ついてるねったらついてるよ、ついてるねったらついてるよ、ついてる。どうも、皆さんこれ見えますか？見えますか？五円玉さんです。五円玉さんです。何が五円玉さんかと言いますと、なんと今ね、ヤムラっていうパーキング行ってご飯を食べてきたんですよ。でトラックに戻ってくる間にふっと見たら、下見たら五円玉さんがいらしたんで拾ってまいりました。救出してきましたよ。はい、それで嬉しくて今動画撮ってますだってさ、昨日1円拾ってさ、その前も1円拾ってさ、今日今五円玉さんこうやって拾えたんだよ。ありがたいじゃないですかね。そうでね、富士山動画を撮ろうと思ったらね、曇っちゃってね、あのあと、うん、もう今もね、行く方向はね、とりあえず雲は多いんだけど、青空は出てるんだけど、富士山の方向が、あの雲、富士山雲の中に入っちゃった。そう。だから、今日の朝の動画で、今日の富士山動画は終わってしまいましたね。はい。その代わり、ご縁を拾ったんで、ご縁動画です。ご縁がある動画になりますよ、これ。ご縁ですよ、皆さん。ご縁さん拾いましたよ。ありがたい。もう超嬉しい。もう、本当に。いいじゃないですか。うん。結構傷ついちゃってるから、踏まれた跡とかあるのかな、これね。うん。よかった。救出できて。はい。そんな感じのついてるご縁動画でした。はいよ。また走り出したら動画撮りますよ。とりあえず、ご縁玉さん拾いました。動画報告でした。奇跡が起きるね。そう。朝ね、そう。新オールスターズの言霊を全部書いて、紙にメモ帳に書いて、で、iPhone のケースの中に入れてたの。うん。そしたら五円玉拾った。やっぱりね、効果あるじゃないですか。皆さんやった方がいいですよ。声ちっちゃくなってたけど、はい、そんな感じで、じゃあまた後ほど動画あげますよ。あなたの心に火を灯す愛と光の伝道師ついてるともみんさんが五円玉拾ったよ動画でした。じゃあね、バイバイキーン。ウィンウィン、いいことあるぞ。ついてるついてる。